ジェネジーで月間を担当しています、野田翼です。はい、今日はなんちゃってルーティーンです。それでは、ヒビゴー。時刻は8時頃。まあこんな感じで洗面台に来て、ホットクレンジングで顔面の塗装を落とします。入浴剤は、こうみんながラッシュとかね、おしゃれなやつを使う中、無印良品を愛用しています。そしてお風呂、こうテレビ壊れちゃったんでね、もうなんか何もつかないんですけど、いつもお風呂入るときはだいたい携帯を持ち込んでるので、こうアニメ見てたりゲームしてたり、あとは漫画とかをお風呂の中で読むことも結構多めです。もう入浴剤も目分量になってきてます。メモリはちゃんとついてるんですけど、振ってます。確か1時間半。意識高い系なやつ。まあ、意識高い系なことをねするルーティーンを作る予定だったんですけど、もうやってるのかやってないのかよくわからない私の日常みたいな仕上がりになってます。そこ床どうしたってぐらいね、剥がれてるんですけど、これは犬がすごい掘り始めてフローリングを剥がされた事件のあれですね。メガネポイってしました。私高校1年生の時にあれができたんですよ。痛えよ。なんだ、縦にこう前後開脚できたんですけど、もうねやばしばらく習慣としてやってなかったので、だいぶ痛がってます。うん、やっぱストレッチ大事ですね。おかしいな。後ろにある鏡はこうダンス踊るために買いました高校でね、卒業公演っていうものがあって、それの振りがなかなか覚えられなくて、家でも練習したいから鏡買ってって言ってお年玉で鏡を買いました。届いてないですね。こう椅子になるベッドなので、なんかガッチャンってするためにレバーついてるんですけど、そこを持ちながらやっております。画角的にライトに近すぎてすごいオレンジっぽい飛び方をしてるんですけど、別エリア、ベッドの上、壁に足を当てて開くと重力で押されて柔らかくなるみたいな。いつもはスマホ片手に音楽とか流してダラダラしてます。ちょっと挫折してます。もう撮影用のカメラでねスマホ使ってるので、股関節がめちゃくちゃきしむんですよ、これやると。すごい動いてます。眠たくなるんですよね。でも基本的にベッドの上にいると、これ今音声つけてるのが次の日なんですけど、もう朝起きた時にすごい痛かった原因これです。このまんま寝てました。以上、月火担当の野田翼でした。バイバイ。チャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしくお願いします。